皆さんおはようございます。キープディスタンス滝野チャンネルの滝野です。今日はゴールデンウィーク連休ど真ん中ですね。5月の3日です。私の現在地なんですが、おかげさまで長崎の方無事母親の送りが終わりまして、これから今東京に向かって戻っているところなんですけれども、広島を抜けて山陽道三原杭のあたり、山陽道のあれですかね、海抜最高地点ぐらいですかね、350メートルって先で出ましたけれども、あたりを、東京東に方面に向けて、帰り中って言えばいいんでしょうか、戻り中って言えばいいんでしょうか、連休半ばではありますけれども、もうちょっと東京に向かって帰っているところであります。今日はいい天気ですね。気持ちいいですね。で、連休らしくね、車ももうこの時間、今8時40分ですけれども、車もね、かなり多くなってきてますし、U ターンラッシュの始めみたいなのがやっぱり今日は出てくるんじゃないかなと思います。車の走りがね、やっぱりこう連休っていうかお休み独特のこのもうベタで追い越し車線を走る車たちというのがね、ストレスで思わずにのんびり帰っていこうと思いますけれども、残る距離がですね、今日ねポータブルナビをここにちょっと1個乗っけて走ってきてるんですけれども、こっちでは Google 先生見つつも、なんだかんだとスマホを使うのでポータブルナビをここにポンと置いているんですが、ポータブルナビ上だとですね、自宅まであと740キロぐらいですね、もう600キロ余り走ってきてますけれども、今日の夜でしょうね、到着がね、混んでなければ夜には着けるかと思います。気温がね、ぐんぐん上がっている状況ですけれども、あまり暑くならないといいかなと思います。というのがスタッドレスなんでね、あんまり暑くなってもね嫌だなっていう感じがするんですが、タイヤのロードノイズの方も今聞いていただいているぐらいの音量で、車内もね、もちろんゴーっていうタイヤの音は聞こえるんですけれども、ラジオかけたり YouTube 聞いたりする分には全然問題なく、楽しめるぐらいの車内の静けさは保ってくれています。ソニカやっぱりいいですね。これでちょっとハイグレードなタイヤつけたらどうなるんでしょうか。一体この車静かだわ。一つにはこの何でしたっけ、なんとかシフト、もうなかなかね、6速と7速、7速は平坦なところでしか使わないですけれども、6速と5速ぐらいを使って、でたまには7速をポンと入れてっていうので、なかなかね、回転がギャンギャン上がらずにスーッと走れて、ストレスがなくて本当にいいなと思います。まだまだ先はね、結構遠いんですけど、遠いというか長いんですけれども、ゆっくり楽しんでソニカとドライブ楽しみながら帰りたいと思います。今日中には着かないとね、猫たちもいい加減にしろと怒ってるかと思いますんで、カメラで見てるとね、全員元気に暮らしているようなので、よかったよかったって感じですけれども、美味しいご飯を買って帰ってあげたいと思います。あとはね、ソニカの状況でいくと、往路、行きですね、長崎に向かう時の状況でいくとですね、東京から長崎に向かう時はですね、3回ガソリン入れてますね。名古屋で1回、岡山の小谷で1回、それから最後佐賀の金龍で、最後の燃料補給ということで3回満タンにしたんですけれども、その区間の走行スピード、巡航スピードも結構まちまちだったので、燃費もね、まちまちなんですよね。あんまりメモ見て走ってたあれなんで、ざっと言うと最初の名古屋までが、だいたいリッター15キロぐらい、それから名古屋からその岡山まで
まして、道路状況というよりは、まあ、主にはね、その区間の平均速度、交通の流れで、ね、燃費がかなり左右されている状況なんですけども、名古屋から岡山の450キロぐらい走った区間っていうのは26リッターぐらいやっぱり走ってるんでね、なかなか燃費も悪くないなっていう感じがしています。スタッドレスですしね、通信図入ったなかなかだと思います。まあ、帰りはね、道路の状況が多分混み込みでしょうから、あまり燃費をね伸ばせるような走りにはならないかと思うんですけれども、まあ、また楽しみながら走っていきたいと思います。ということで、まずは広島を抜けたあたりの、帰りのご報告でした。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。皆様どうぞ良いゴールデンウィークをお過ごしください。トンネルの中でごめんなさいね、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。